こんにちは、セイクレットグランドの YouTube ですいつもご覧いただきありがとうございますセイクレットグランドの辛ンです今回の動画は先日の続き CBR1000RRR のオーリンズ仕様について話を進めたいと思いますまずは前後ショックの変更、そしてポジションこの構成は前回と同じですけれども どどののよううに仕様変更ししてていいいいいった違いがあったたた違があかを説明していきたいと思いますリアショックに関してはダンパー自体を改造して短くしたりスプリングを交換するそういうことができるんですけれども価格の面と性能の面から考えてもともとお客様がつけていた TSR のローダウンリンクで十分との判断からそのまま採用することにしました純正のリアショックを外して短くして バネなどの交換も行うと非常に高額になってしまうそこまでするんであればローダウンリンクを試乗して十分性能が損なわれていないことは確認していましたのでならばそのまま使う方が得策だというふうに考えましてそのような選択を行ったわけですこの CBR の純正オーリンズリアショック非常に設定が素晴らしいと思う点は車高調整がプラスにもマイナスにも高くも低くもできる そしてバネのイニシャル、これもですね、足したり引いたり、プラスマイナス両方できるというところが、いじる点において自由度が高いので、非常に良いなというふうに思います。リアにローダウンリンクをつけて、フロントは10ミ、mm、リ車高を落としました。これはフロントフォークを分解して、内部に部品を加工というかですね、ちょっとした手を加えることで、短くすることができるんですが、そうすることによって、非常に。 前後の車高のバランスがうまく取れて良い車体姿勢となりました模型を使って説明しますと純正の車体姿勢というのは非常に後ろが高い状態でありましたそこでローダウンリンクを使うことで下げることはできるんですがやや下がりすぎる具体的にはフロントを5ミリから10ミリぐらいは下げたいというような感触であったので前を10ミリ下げたわけです そうすることでほぼ悪くないところまで行ったんですけれどもこう若干の微調整を行うことで後ろがやや低くなったなっていうところがあったために車高調整でまた少しの補正を行って前後のフラット感を出すフロントフォークにおいては10ミリ下げると同時にですね測定した結果1.05キロというバネが入っていましたこれは街乗りで使うにはやや硬いかなというふうなところもありますので 1kg1.00 という値を選んで今回は使ったわけですけれどもそうすることによってインシャルをかけけていける動き出しの張りを出しつつも奥の突っ張り感は冷凍を下げることで軽減できるためにですねフラットな感覚で使えるバネレートを上げてインシャルを抜くというのはあ上う手段として間違いではないんですけれどもそれらも度が過ぎると 入り口の柔らかさと奥の踏ん張り感が非常にこう二面性が大きく出て違和感を感じますのでえ程よく入り口動き出しの柔らかさ奥の踏ん張り感を出すために今回は1.05から1キロに落としたこれは人によって、えー、好みがありますから純正の値がダメというわけではありませんけれども私の感覚としては1キロぐらいがちょうど良いなというふうに思いました前後ショックに言えることなんですがこの 前後のオーリンズ、非常に動きが良くて特にフロントフォークの動きが心地よいインナーチューブの表面処理や使っているオイルスライドメタルとかの隙間寸法の設定などが非常にうまくできていてかなり市販車のレベルとしては相当高水準だというふうにそのように思いました反面ですねリアはそこまでダンパー自体の動きの良さは感じないんですけれどもこれはですね フロントフォークがインナーチューブが太くてゴムとの抵抗が大きいリアは細いロッドでゴムとの接触面が少ないためにあまりこうフリクションの高い低い大きい小さいっていうものを感じ取りづらいからちょっとこう今までのものと比較して大きく違いを感じ取りづらいっていうことはありますがリアショックも十分に高水準な動きをしていると思います。それよりも何よりりりもも何やはり リアのセッティング自由度の高さ、イニシャル、車高調整、プラスマイナスできるという面がとても良いというふうに思いました。今回はリアにローダウンリンクを入れて、フロントフォーカー10ミリ短くしている、これで微調整することによって、足つきを向上させつつも、走りの面、操縦性とか、旋回性、これが非常にうまく帳尻があったなというふうに思います。 こういったような仕様変更をノーマルのままでできないのかと考えたときに足つきとかを考えずバランスをとっていくという面においては先ほど申し上げた純正でも車高調整が低い方に持っていけるということで車高調整を可能な限り下げてそれに合わせてフロントフォークの突き出しを調整してそこからバネの調整インシャル量を細かく振っていくと非常に まままととりの良いい車両になるとは思いますお金をかけずに車高を落としたいっていうことも大きくは下がりませんが可能だし旋回性を求めて調整していくっていうことも十分にできますので調整して遊びたい方にとっては非常に良いおもちゃになるのではないかというふうに思いましたポジションについてですがこれはハンドル幅が広すぎるっていうようなことを前に申しましたけれども ちょっとした加工でハンドルを少し絞る手前に持ってきて高さを少し上げましたそうすることで非常にこう楽になって楽っていうとこうスポーツライディングに向いてないってかイメージしやすいんですけれどもそうじゃなくて無駄がないというようなそういう意味です無駄なく余計な力を入れずに思ったようにバイクが動くのでだから楽に走れる楽に 速く走ることもですから純正のあの広いハンドルはなぜあのようになるのか私なりの考えはありますけれどもメーカーが何を考えてああいうポジションを選んでいるのかちょっと質問して答えを聞いてみたいなとは思いますが私としてはもっとこう手前に持ってきて高さを少し上げるそれだけでかなり疲れない。 乗りやすい、えそして操縦性も高まって良いポジションになるというふうに思いました。ステップが高いのは確かなんですが、まあ下げられれば10ミリとか20ミリいかないぐらい下げると、まあツーリングにおいての快適性は高まると思います。最後のまとめとして、この CBR 前後のサスペンションの設定作り、えー、表面処理とかいろいろなところ、えさすがオーリンズ。最近のオーリンズは 良いものを作るなというふうに感じましたしエンジンの搭載位置だったり重量配分とかそういった面においてもホンダのあの底力というかですねやはり素晴らしいバイクを作るというふうに思いましたしかし残念なのは何度も言うようにポジションで逆に言うとポジションポジション言ってるけどこのポジションを上手に合わせ込むだけでこの CBR に対する評価というのはガラリと変わると思います 長距離ツーリングととかちょっっ近場走てて疲れてしまうもう自分が年だからかなとか自分の乗り方が悪いのかなって感じたり考えられている方はそこのハンドルの位置をどうにか改善するだけでずっと自分に馴染むようなバイクになると思いますのであの甘んじてそれを乗り続けるよりもポジションを改善して自分に合わせ込んでいくとこのバイクをより気に入ると思いますので、えー、機会があれば。 ぜひ試していただきたいというふうに思いますそういったところで今回の動画は終わりにしたいと思いますご覧いただきありがとうございましたいかがでしたでしょうか当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため他にも動画を配信していますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いします